すみません、さっきの続きです。最初僕の表にしたんで、これです。これが僕が、相手に切ってもらって表になってます。表になってます。表になってますね。ですよね。で、じゃあ今度は表側にするます。するとどうなるかっていうと、こんな感じで、見えます？えい。こんな感じになります。最初僕、相手に切ってもらって、僕が代わりにお客さんに切ってもらって、で、僕が最初に出した伏せてたのが表で、相手のが、だから僕のが今裏になってるんですよ。で、相手がここを適当に選んだやつなんですよ。でもですね、でも、えいって、えい、えいって、という、誰でも簡単にできるやつです。これを絵水にやろうかなと思ってました。一瞬最初やった時、あれ？って思ったんですけど、これの、なんだったっけ？3つの1だったかな？だったと思います。そんな感じですよね。いろいろありますね。本当面白いです。僕は下手くそですけど、下手くそっつうかね、よくやりますよねって。よくテレビで言ってましたよね。一番上がダイヤの9ですねって。ダイヤの9をここに入れますね。で、パチンって鳴らすとダイヤの9が返ってきますから。でも、これ最初テレビで見てた時すげえなと思ってたんですけどね。あれっすよね。これ薄いんで 最初1枚と見せかけて2枚めくってるわけですよね。みんな一番上がハートの3だと思ってる。でも実際違う。えいってやると上がってくるって。すげえっていう。ありがとうございます。